はい、3D んちです。今回は、3D メーカープロ様の 3D スキャナ、ホエールをレビューさせていただきました。早速、この頑丈そうなケースを開けていきます。ターンテーブルやケーブル類。電源コネクタも各国対応。三脚などもかなりしっかりした金属製のものが入っていました。この USB メモリにはソフトウェアやマニュアルが入っています。そしてこの本体。でかい。ホエールという名前にふさわしい佇まいですね。このスキャナは二つのセンサーを搭載することにより、一台で近距離と遠距離の両方のスキャンに対応しているのが特徴です。本体スペックはご覧の通り。レビューの詳細は私のサイトにも記載しておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。ちなみにこちらはプロトタイプ版です。後日、実際のリリース版も確認させていただきましたが、本体やケースの細部に色々と調整や改善がされていました。スキャンを行うためには、専用のソフトウェア、JM スタジオ、PC インストールする必要があります。ソフトを起動しました。日本語でわかりやすいクイックスタート画面が表示されています。初めて 3D スキャナーを使用する方は一通り目を通しておきましょう。スキャナーを接続しているはずなのにうまく認識しませんね。設定画面からホエールを選択する必要がありました。再起動しキャリブレーションデータをオンラインダウンロードします。これで問題なくスキャンを行います。とりあえず、最初は適当なものをスキャンして、動作や特性を確認します。左手をスキャンしてみました。適当にスキャンしたので、ちょっと穴が多いですが、おおむね良い感じですね。本体の取り回しが大変なので、人体をスキャンする場合は、二人でスキャンした方が効率が良いと思います。次は、近距離スキャンで凝った造形のおもちゃをスキャンしてみましょう。ちなみに、この回転台は、汎用品のターンテーブルです。任意のタイミングで回転させられるので、こういったものも使うと結構便利ですよ。スキャン時の設定ですが、個人的に、テクスチャモードの方が追焦性が高い気がしますので切り替えました。足りない部分を追加でスキャンします。アライメント機能で複数のスキャンデータを位置や合わせします。うまく位置が合いましたね。こういった形で繰り返し、足りないところを追加でスキャンし、アライメント調整を行う。オブジェクト全体をまんべんなくスキャンしていきます。自動アライメントに失敗しました。基準となる点群を変更してもうまくいきませんでした。こういった場合はマニュアルで位置合わせをします。ざっくり3点同じ場所にポイントを配置します。うまくいきました。次に、裏面などオブジェクトの向きを変えてスキャンを行いますので、無用点群は、この段階で削除しておきます。ちなみに、スキャンデータはフレームごとに保存されているので、フレームごとに抽出して切り分けることもできます。うまく行ったスキャンの途中で、位置合わせに失敗した場合に活用できるので便利です。引き続き足りない部分や背面をスキャンし、位置合わせを行い全体を構成していきます。全体的にスキャンができましたね。合計19回ほどスキャンしましたが、使える部分のみを抽出した10個のデータをもとに、メッシュを生成します。できました。
かなかの再現度ではないでしょうか。最後にワイドレンズを使用し、大物を撮ってみましょう。こちらのホイール、この手の 3D スキャンには適さない。黒ツヤ部分と、若干、鏡面なリムがあります。そのままスキャンしましたが、うまく形状を認識できませんでした。このようなオブジェクトに対しては、事前処理が必要になります。今回は、3D スキャン専用の白色粉末塗布スプレーを使用しました。若干ムラができてしまいましたが問題ないでしょう。先ほど同様に何回かスキャンしていきます。スポークやリム形状が同じなので位置がずれやすいですね。テクスチャで位置判定するように切り替えておきます。問題なくできたのでこのまま進めます。ゴミ取りとアライメント調整を行い、メッシュを生成します。できました。若干のノイジーさがあるものの、全体がうまくスキャンできていますね。私が使用した粉末スプレーは、服か洗浄すれば落とすことができます。時間が経つと自動的に消滅するタイプなんかもありますので、スキャン対象に合わせて活用するといいですよ。いや、楽しいです。いかがでしたか？デュアルレンズのおかげで、この本体1台あれば、小さいものも大きなものも、スキャンすることが可能です。スキャンしたデータの使いどころは、いろいろ注意が必要ですが、これを元に付属パーツを作ったり、作品の中で活用することもできそうです。3Dメーカークローホエールは現在、幕開けにてクラウドファンディングを開催中です。クラファンページ公開から即目標を達成する勢いで、予約が入っているようですので、ぜひサイトをチェックしてみてください。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。解説は、3リンチのバーチャルキャラクター、ミナミがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。